はい、細田彩香選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずはトリプルアクセル決まりました。ちょっと練習、朝の練習はちょっと一本も入らなかったんですけど、ちょっと本番にこうやって入ったのですごい嬉しいです。ショートに続いて決まりましたけれども、その朝から何をこう工夫したんでしょうか。とりあえずもう一回集中し直したっていうのが一番の大きい理由だと思うんですけど、今の6分間の時から浜田先生にビビらずにスピードを出していきなさいと言われたので、それだけを考えて滑ることができました。そして演技後スタンディングオベーション、大きな盛り上がりでした。もうすごい、今でも足が震えてるぐらいすごい嬉しいです。そして点数は20点以上、ベストを更新してます。何点でしたっけ？ 124。ちょっと間違えてないですか？大丈夫ですかね？よかったです。なんかもうとりあえず点数のことをあまり気にしてなかったので、とりあえず点でいた時は本当にびっくりしました。そしてどん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 こうジャンプ乗りに乗ってるような印象だったんですが、滑っていてどういう気持ちだったんですか？どん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 緊張していきました。やっぱりアクセルを降りて他のジャンプを失敗してしまったら、もうちょっと浜田先生のところに戻れないので、はい、とりあえずアクセルより他のジャンプっていうのを意識していたので、それが叶って嬉しいです。そして7年連続で7度目の出場ですけれども、これで今11位以上が確定しています。最高記録ですよね。本当ですか？嬉しい。嬉しいです。でもなんかとりあえずアクセルを飛びたかったので、結果よりアクセルを飛べたことがすごい嬉しいです。そしてツイッターのファンの方からこうジャンプ決まっておめでとうという言葉も来ています。いや本当にもうやっと飛べたなっていう、ちょっと長い間お待たせしましたって感じです。本当にこれからトリプルアクセル楽しみなんですけれども、今後に向けて目標を聞かせてもらってよろしいですか？今後ですか？ちょっとそこはノーコメントでお願いします。とりあえず次国体があるので、それに向けてもう一回調整し直したいです。素晴らしい演技でした。お疲れ様でした。